国行き先へ向かう途中で街頭インタビューに出会い、あなたの夢は何ですかと聞かれ、答えに詰まる僕が言う。差し障りない仕事をして、別に目立つ業績もなく、生きがいなんて探すわけもなく、ただ流れのままに生きてる。お前はそれでいいのか、納得できているのか、どこかで僕に囁くこの声は天使か悪魔か。今の暮らしを全部捨てて未知の世界へ飛び込むのはバカなやつだと鼻で笑う。だけど微妙に憧れてる。現状維持を打破できない、あともう一歩踏み出せない。なぜか心の中を風が通り抜けてる気がしている。今のお前は誰で、魂は喜ぶのか、どこかで僕に囁くその声は天使か悪魔か。何もわからぬ子供の頃、もっと無邪気に夢が見れた。でも今は一体誰の目を気にしているのだろう。ただ決めなくていいのか、どこで足を止めるのか、お前はそれでいいのか、納得できているのか、今のお前は誰だ、魂は喜ぶのか、どこかで僕に囁くその声は。天使か悪魔か、天使か悪魔か、天使か悪魔か、天使か悪魔か。